ナイスでーす。ナイスでーす。うん、ナイスパス。多分次のターン2人死ぬと思います。あ、死んじゃいますか。これ、投資ですか。投資です。つぐちさんがインポスターだから。インポスターの相方に。相方にやれっていうあれやれって、あいつですね。まあ、インポルケル行こうぜっていうあれです。投資なんですね、投資なんですね。投資なんですね。受けたまわりました。俺やるんだ。そういうことか。まあ、多分ね、あのね、あのニキルが起こんなかったら多分ゲンさんが救世主になる。その世界線しか残ってないから。もうそればっかりや。どっちかの世界線。さて、トツさん、トツさんと金庫室の扉ですれ違いました。私が2つタスクする前だからどれくらいかな。金庫室の扉。直近レベルじゃないですか、それ。そうです、直近レベル。すずねさん、今、私と交差して終わりませんでした。私、金庫室から出てきたところですね。はい、私、今。あのダウンロードの上の、はい、それでその前にドズさんとすれ違ってます。金庫室から出てきたドズさんと。マジっすか。僕と宿舎前で上がってる時にってことですか。その後直後ですか。宿舎さんが切ってるのか、ほぼほぼこれ。マジか、止められるのか、ちょっと待ってほしい。私とすずねさんは今回やってないです。あの、はい、その時で見合って終わってます。はい、マジか。どうしようかな。その前に、私が入る前に金庫室ですれ違ってます、ドズさんと、うん、ドアですれ違ってます。隠しろだけ出したいんですけど、ゾニキさんとミナミは貨物室にいるので関与ができません。はい。あ、なるほど、ニキルと。あ、でも、マルちゃんと。そこは。マロさんがそっちに行ってもわかんないですね。初手エンジンにマロさん湧いてるのはジグジ見てます。ああ。ちょっとドズルさんの方で詰めた方がいいかもしれないですね。インさんとかは。私は最後シャワー室で、ゲンさんがシャワー室出て、メインの方に行かれた時に、はい、多分私、見られてるかわかんないんですけど、一緒にいて、で、そこからシャワー室から出てないんです、私。あ、シャワー室から出てないかわかんないですけど、シャワー室でご一緒はしました。はい。はい。マジか、これ、釣られた方がいいのかな。ベルちゃん、ゲン、ジングジさんは？ジングジ見てます、キッチンですね。ゲンは道具で説明した通りですが、宿舎前通路ですね。シャワー室から宿舎前通路まで普通に走って向かってます。やばい、白ショーン。ヒーローベルはミーホール生まれでアーカイブでタスクやってました。で、アーカイブ終了です。どうしよう、これ、かなり僕がもう相当黒い位置に入っちゃってるので、ここ釣った後に他の2ロー前提で話した方がいいかもしれないです。ちょっと僕、拭えない気がするもん、どうやって。ゲンさん、メインホールからエンジン、金庫に来た時に、ドズさんとはすれ違ってないですか。私、金庫まで到達しないです。あ、そうなのか。宿舎前通路で、鈴音さんが出てきたのとご一緒して終わる。はい、その後、ドズさんとすれ違ってないですか。じゃあ僕無理じゃないですか、鈴音さん。ん？え？いや、私、あれなんです。見て、タクヤさん。だって僕、2人で上がって、僕ミーティングで鈴音さん左の金庫行ったじゃないですか。私、金庫の方に行って。うん？え？上がってたの、タクヤさん。え？
いい、もうこれもつ。さっきのごめんなさい。さっきの話、わかりやすく言うと、はい、拓也さんと一緒に、あそこの宿舎前通路まで行って、私が金庫。で、拓也さん、上に上がってたらどっかちょっとすいません。私、金庫に入っちゃって見えてなくて。ただ、でも、ドズさんがその後上に行っていれば拓也さんだし、下に降りてたら、ゲンさんがメインから来て行って、やってるかなっていうのは、はい。なるほど。はしごのドズルさん、なかったはず、どっちか見てないかなって感じですね。僕は見てないです、少なくとも。てか、停電中だったので、そもそも。まあ、そうですね。さらに言うと、僕って停電明けてから、ミーティング右側のタスクやって、猶予を持たせてるんですけど、それって鈴音さんに、もし仮にドズルさんを、調光器下のところ左のところで切ってる場合って鈴音さんに見つかるリスクを無視して僕はそこのところで待ってからボタンってなってるんですよ。ちょっと薄く取ってほしいです、そこは。ミーティングの階段が1回だったってちょっと私何聞いてなくて階段をだから分かんなくてごめんなさい。だから下に降りてればもうゲンさん、ごめんなさい、鈴音さんに聞きたいんですけど、はい、昇降機左側のミーティングの下の階段ぐらいまで行けてます、鈴音さん。行けてないです。宿舎前通路あたりぐらいでなってます。確かにダウンロードタスクやってから行ってるんですけど、あのエンジンルームの、はい、あの位置からで出ていく人って見えます、はい、なんかほんのり見えますよね多分。停電中だったからかな、全く見えなかったです、だから私最初ドズルさんとか、僕もドズルさんっていう言葉にびっくりします、鈴音さんの。ドズさんじゃなかったのかな。白が出せるんですか。いや僕はそこだよね、そこだよね。現時点では現時点では超直近キルが無理としか言えません、鈴音さんの。はい。金庫の中でドズさんを鈴音さんご自身が殺してた場合とかは全然あるんで。そう。なんかね、ゲンさんじゃないと思ってて、僕今の話。鈴音さんがあえて情報出してるパターンもある。違う。いやこれ詰めれない。でもそこってことですよね。でもそうそうなんですよ。ただ私が見間違いじゃない。ドズさんだった。コミさんを直しました。で後ろにドニキさんがいました。はい。でフーちゃんは多分エンジンの方に抜けてますね。私抜けてすれ違ってます。おっしゃる通りです。鈴音さんと私が、ミーティング方面に行って、はい、で金庫が開いてたので、金庫から南マンが出てきたんでそっちに死体がないか確認し、コミサボが鳴ったんで、コミサボのところまで行ったらゲンさんがコミサボ直していたというのが、それだとしたら、拓也と神宮さん、おそらく犯行無理だと思います。貨物にいましたね。はい、2人でいたので無理です。土日さんは南さんと会ってないんですか？右から来られましたけど。会ってないです。金庫から出た南さんを見たにもかかわらず会ってないですか？南マンが金庫で誰かを救してないか、金庫をくまなく探した後、コミサボが鳴ったので、向かってますが、会ってないです。ベールさんはどちらにいました？メインホールまででラウンジのタスクやって、今多分シャワー室入ったかアーカイブらへんに行ってます。わかんねえ。鈴音さんはないですね。それないミーティング上がるのは、はい、宿舎で見てるので、ゲンさん鈴音さんで、まあゾニキさんわかんないし、もう速攻がないのと、まあこれは僕らの主観になっちゃいますけど、神宮寺拓也さんは右側貨物のところで踊ってたんで、ないと思うんですよね。でエンジンからメイン抜けているってことですよね、ふーちゃんが。
それはゾニさんも間違いないです。メインから上からです。宿舎前通路からエンジンに。上から下に行ってるのがあるだけで、例えばコックピットに行ったかもしれないし、メインかもわかんないし。わかんないですね、あれは。降りてるのを見ただけです。あ、これベールさんかゲンさんどっちかになってるけど今。え、あ、ゲンさん、ゲンさんじゃないですか？ゲンさん。けどゾニキさんも全然ありますよ。あ、ゾニ、うん、そう。だからベールちゃんとゾニキさんと私は中にいるってことか。客観的にベールちゃんを落としたいなと思ってるけど。ベールじゃなくて、ベールがその右側の方に、赤目の方に走っていってるのは多分ゾニキさんとスズネさんとすれ違っているので、そっち方面に走ってるのは見てます。ベールはゾニキさんに、ゾニキ入れます。ゲンさんゾニキさん一緒にいたんですよね。いや、ベール、これベールじゃないんで、ボタンめちゃくちゃ、あれ、終わった。ボタンないんで、リアクター右側行きます、アーカイブ。ベールじゃないです。いや、二郎残ってます。ゲンさんがコックピットで来てたのかな。ちなみにあのドズさん僕です。はい、あ、そうなんですね。いや、逆転してましたね。そうですよ、ね、あ、なるほど。そうなんだ。マロさんをゲンさんがやってくれて、で、ドズさんはキッチンまで来たんですよ。あ、そうなんだ。キッチンまで来てます。はい、そんな下まで行ってたんだ。スズネさんの情報は多分インポスターの我々目線も結構びっくりで、あ、ドズさんいたんだみたいな。え、ドズさんいましたよね、金庫。僕でも金庫出て、そのままエンジン、武器庫、キッチン、そうなんです、金庫ですれ違ったんですよ。結構前ですよね、だから。結構前なんだよ。結構前ですよね。直近だと思ってたよ。直近だと思ってた。最初、高谷さんが疑いになったの直近っぽい感じでしたもんね。そうですね。うん、そうだよね。まあでも、鈴江さんも言ってましたけどね、金庫で2つタスクをやる前に、はい、ドズルとすれ違ったって言ってるんで、はい。ああ。で、さりげなくゲンさんが、ザクヤさんかーって言ってから直近の話になってた。直近っぽく、一回ちょっと不安は入れましたけど。そうですね。すごい。あれ、さっき、直近のキルはゲンさんがコックピットとかでやってる感じですか？私、マロさんをダウン、宿舎前ダウンロードでやってます。はい。でそっから1秒後ぐらいに、スズネさんですよね。そうか、スズネさんの壁越しの下の位置にマロさんのお肉が、うん、はい、あるんですよ。あ、最終の最終盤面の南はコックピットで普通にコックピットで切って、あ、そこならね、上なかったっすね。コミサボを普通に直してボタンを押した感じですね。うわー、強い。それは拭えなかったんですね。あー、ベールさんごめんなぁ。あとは、この議論の合間に絶対1キルしたくて、で、リンさんとアーカイブで沸いたんでよしと思って、もうひたすらリンさんのそばで連打してました。ね。私はアーカイブでした。思ったあれ。1キルでしたね、あれ。あれで詰めれなくなると1個進む。マロさんって弁当見えてました、うん、多分見えてないっすよね。私ですか、はい、見えてなくって、ただ透けてはいたんですよ。神宮寺さん透けてて、ドズルさんとチョコで、まあそうですね、すれ違ってるんで、マロさん目線はそうですね。お互いのあれですね、心情を持ったまんまいなくなっちゃった。見えてなかった。聞いて正解でした、ね、いや僕もマロさんをキルして今、あ、キルターゲット完璧とか思いながら、うん、僕とマロさんがね、武器庫ですれ違ってる。そうですね、はい、そっかそっかそっか、入れ替わったんですよ。さすがゲンさん。良かったですね。悔しい。面白かった今。面白かった、ね。強かった。行きましょうか。はい。お願いします。お願いします。